フィアット・ディ・ーカートは、フィアット社が製造する大型版である。フィアット・ディ・ーカートは、プジョーボクサー、シュトロエン・ジャンパーと同一の版であり、キャンピングカーへの改装に使用される非常に一般的なモデルであり、日本へも並行輸入される。これらの3車種すべては1981年以来、イタリアとブラジルにある同じ工場で製造され、 これまでに200万台以上のフィアットデュカートが生産されている。初代デュカートは1981年に導入され、1993年にフェースリフトを施された。エンジンは 2.0L の直列4気筒のガソリンエンジンと 1.9L のディーゼルエンジン。グレードはベースの S と SX があった。生産はイタリアのセベル南工場で行われた。 ほぼ同一の他ブランドの車として、アルファロメオ AR6、プジョージェゴ、シトロエン C25、タルボエクスプレスがあった。デュカートの各モデルの名称は、その積載量に応じて、デュカート10、デュカート13、デュカート14と、デュカートマキシ18であった。新しいセベル工場の製品では、プジョーはボクサーに、シトロエンはジャンパーに名称を変更した。 1998年にオプションエンジンの一つであった、フィアット製 2.5L ディーゼルエンジンは、イベコ、ソフィム製の 2.8L に変えられた。デュカートの貨物運搬モデルは12立方メートルの容積を持ち、2.0L ガソリンエンジン、2.0LJTD、2.3LJTD16V、2.8LJTD の4種類のエンジンが選択できた。 これらすべてのエンジンは、ユーロ3規制に適合し、プログラムメンテナンスマネージメント機能を持っていた。変速機は2種類あり、5速、マニュアルトランスミッションと4速、オートマチックトランスミッションが用意されていた。デュカートの旅客輸送モデルは6名から9名の、定員で 110bhp の 2.3LJTD16V エンジンを搭載し、これもユーロ3に適合していた。 デュカートコンビは、下脚コン根インモデルで荷物と同じように人も9名まで乗せられた。デュカート10、デュカート14と、デュカートマキシ18の各モデルがあった。第2世代のデュカートは2003年にフェイスリフトを施され、後部と側面にモールディングを追加し、フロントグリルが新しくされた。エンジンは 2.0LJTD、2.3LJTD16V。 2.8LJTD で 2.5L ディーゼルエンジンは落とされた。この時のモデル名称は、デュカート 29, デュカート30、デュカート33と、デュカートマキシ35であった。日本では、デュカートをベースに、日野車体工業及びトヨタテクノクラフト製のボディを、仮装して2002年から2005年に日野・ポンチョが製造されている。 2006年に発表された第3世代のデュカートは、旅客輸送用と貨物運搬用の双方に多くのモデルが用意される。再び積載量が増やされ、デュカート30、デュカート33、デュカートマキシ35、デュカートマキシ40がある。ラムプロマスターこの第3世代のデュカートは2007年11月15日から、メキシコで販売が開始され30種類以上のモデルが、 提供されている。当初、第三世代のデュカートは、アメリカ大陸では、メキシコ市場でのみ提供されておりその他の地域では、販売されていなかったが、北米市場においては2013年より、参家のクライスラーの商用車ディビジョンである、ラムブランドのラインナップ拡充を目的に、プロマスターの名で販売を開始した。PSA プジョーシトロエント、 フィアットグループの共同事業の一環として、ボクサーの名称で知られるフィアットデューカートのプジョーバ版もメキシコで販売されるがその社名はマネージャーと変えられている。ラムプロマスター、ありがとうございます。